片岡です。今日はですね、キセワタというお菓子を作ってみたいと思います。キセワタっていうのはですね、お茶をやってる方だったらご存知かもしれないんですけれども、平安時代の風習でですね、菊の花があって、その上に真綿を乗せて、で夜露がですね、夜露のおかげでその菊の香りがその真綿に移って、濡れた感じになって、で次の日の朝ね、こうやってくっつけて、こう化粧水代わりにですね、こうつけて、で菊の薬効をこう願ってですね、長寿を願う、そういう風習があったんですね。それがね、旧暦の重陽の節句、9月9日ですよね。旧暦というのはね、1、2ヶ月遅い時期なんですよね。だからもっとこう寒くて、ちょうど今頃の季節、寒くないとね、夜露がたまらないので、そう寒い時期の風習だったわけですね。今日はその木瀬綿をお菓子で作ってみたいと思います。ではですね、このような感じで今日このままいきたいと思いますね。まず、白、ちょっと揺れてますね。白練り切りでですね、ちょっと下げすぎか、まあいいや、この重さからいきましょうかね。白が 8g、 赤が 16g で、中あんが 13g で、これが少し適量です。まあ 2g ぐらいかな、1グラム、2グラムぐらいね。はい、はい、ではですね、白、ちょっと乾いちゃったかな。白練り切りを伸ばして赤を包みます。包みぼかしですね。そしてそのまままた潰しますね。中あんを包みますね。そして少し山形にしますね。はい、そしてですね、三角ベラですね。三角ベラで切っていきますね。まず頂点をつけて、はい、まあ行きましょうかね。ここにつけてですね、このようにいきます。拭いて、まあまあね、こんな感じで切りました。そ
そして、これを置いてですね、はい、そしてですね、この裏ごし器、ちょっと白い練り切りが乾いてしまったので、もう一回よく揉んで、そしてここで押し出します。キュッと、そしてこれで、このようにそっと上に乗せますね。はい、はい、これで、着せ綿の完成ですね。朝方になって四つに濡れたこの真綿をこう取ってですね、くっつけてこう化粧水の代わりにしてたんですね。はいはい、この動画が気に入ったら、まだの方はこのチャンネル登録をしていただいて、この動画がいいと思ったら、いいねボタンをお願いします。ありがとうございました。